島里氏は、日本の政治家、財界人、元衆議院議員。政治家時代は、島里氏として活動した。株式会社、ミクシー社外取締役、株式会社オークファン社外取締役、株式会社アイモバイル社外取締役、多摩大学客員教授、ソフトバンク社長室長、サイバー大学客員教授、東洋大学非常勤講師などを歴任した。 岐阜県海津市出身。海津市立日清中学校、岐阜県立大垣南高等学校卒業。1981年、名古屋大学経済学部経済学科卒業。同年、松下整形塾に2期生として入塾。1986年、松下整形塾を修了。松下整形塾指導塾員、地理科研究所長。 東京整形塾代表などを歴任。指導塾員の時に中田博士の面接を担当した。1996年第41回衆議院議員総選挙に愛知13区より落下参候補として新進党から立候補。大方の予想を覆して自民党新人の大村秀明を尻溶け初当選を果たした。選対責任者を務めた仮足選出の杉浦。 立旗久県議は、愛知11区の優勢が確実になってから、前途与太郎連が100%の力を出した。うまく、総価学会の動きと連動したと語った。新進党会党に伴い民主党に合流。民主党では、菅直と鳩山幸夫岡田克也三代の代表に、民主党の官房と呼ばれる代表室で代表を補佐。党首討論、代表質問を担当し、 三代の代表の知恵袋と評された。次の内閣総務大臣時代に、公正な競争こそ、国民の利益という信念で、競争的な情報通信制、優政民営化を唱えた。その結果、NTT 労組優勢系労組は、選挙における推薦を出さなかった。その他電波のオークション制、アザバック法案などを提出。また、 ネット選挙解禁を議員立法で提出。一方で、議員当時に選挙事務所の PC のセキュリティ対策不備からウイルス添付メールを送信し、さらにその感染を自らに対するサイバーテロと断定するなど、現実的なインターネットにおける運用についての知識の不足が指摘されたこともあった。ただし、地元事務所担当者の基本的なミスとのことで、新聞発表されている。 2000年6月の第42回衆議院議員総選挙では、大村に敗れるも比例復活で再選。2003年11月の第43回衆議院議員総選挙で再び、大村に敗れるも比例復活で3期目の当選を果たす。2005年8月の第44回衆議院議員総選挙では、比例復活もかなわず、議席を失う。2005年、 ソフトバンク社長室長に就任した、中期経営戦略の立案、障害活動を担当。2兆円近い、ボーダフォン日本法人買収という巨額 M&A に立ち会ったほか、北海道帯広市の万栄競馬存続へ、ソフトバンクが協力したこと、北九州にアジア一のデータセンターを作ることなどを、社長室長として担当、IT による地域振興を行った。 また、孫社長の代理として出席した、経団連上任理事会で、ゲストとして出席していた、小泉純一郎元首相に、議員やっているよりいいんじゃないと言われたという。稲森和夫教セラ名誉会長と共に、鳩山幸夫首相の数少ない財界人脈の一人とされている。2010年、情報通信業界を震撼させた、NTT 再編問題、いわゆる、光の道構想の、 仕掛け人と言われる。原口総務大臣とは、松下政経塾の同窓で、経済政策の先生を務めた中である。2011年、ソフトバンクが定款を変更し、再生エネルギーに事業進出。菅直人総理と孫正義を結びつけ、菅政権が再生エネルギー法案を退陣の条件とし、脱原発路線に舵を切ったキーマンとも言われる。 2012年3月、鳩山元総理と共に、次期中国共産党中央委員会総書記の習近平氏と人民大会堂にて会談。アジアスーパークリッド構想を説明し、習近平の賛意を得たとされる。孫正義が提唱するアジアスーパークリッド構想推進の参謀役と言われている。2014年、ソフトバンク社長室長を退任して、ソフトバンク顧問に、 就任、2015年6月まで。サイバー大学客員教授、多摩大学グローバルスタディーズ学部客員教授、東洋大学非常勤講師として学生を教育。内外情勢調査会講師などで、松下幸之介と、孫正義に学んだ経営戦略、リーダーシップを全国で講演。二千十六年一月、第十四回参議院議員通常選挙参議院。 比例レクの大阪維新の会公認候補に内定したが、12,677票にとどまり落選。白い猫を自身の写真より大きく配置したポスターを選挙戦において使用した。投開票後、猫のおかげで2000から3000票くらいは集まったのではないかと述べた。2017年6月、株式会社ミクシー社外取締役に就任。 2017年12月、株式会社オークファン社外取締役に就任。2018年10月、株式会社アイモバイル社外取締役に就任。ありがとうございます。